影虎様の入れてくださる紅茶、とても上品な味ですのね。姫様に気に入っていただけて光栄です。で、そのおとぎ話の続きは、お姫様と青年はどうなってしまいますの？ええ、青年はお姫様に一目惚れをして恋に落ちてしまいます。しかしあまりにも違う身分の差、そこで青年はある魔法を使うことにしたのです。魔法です。そう、こんな風に